はいどうも、こんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は2023タイムスリップ第2弾全選手能力徹底評価、やっていきたいと思います。<laughs> はい、ということで、まずはですね、昨日の動画、えー、見てないよという方は、えー、ぜひこちらの動画から見ていただければと思うんですけれども、昨日からね、えー、来ているタイムステップ第2弾、こちらについてですね、えー、あ<ー>で、まあ、この第2弾ですね、ガチャ回すか悩む方、まあ、特に演出も変わりましたのでね、えー、悩む方も多いと思いますので、まあ、今回の評価動画は早めの投稿と、えー、したいなと思います。ただですね、まあ、今回60連で自チーム確定で取れるというね、偶数弾になってるんですけど、まあ、純正でもその60連して獲得するか、絶妙に に迷うラインもね、えー、あったりするのかなというふうには思うので、まあ、その辺りだったりとかまた初登場になってる選手っていうところも多いので、まあ、限界突破コーチ使うかどうかなどもそれぞれお話ししていこうかなと思いますでまあ毎回言ってますがこの評価動画シリーズはあくまでもゲーム内の能力に対しての評価でございまして現実の選手に対するものでありませんのでご了承くださいってことでもう早速本編入っていきたいと思いますどうぞ さあとということでまずは1人目オリックス松葉選手です、はい。こちらは評価 B プラスさせてもらいました。まあここはオリックス版での、ね、タイムスリップ初登場というところなんですが、まあ、ステータス的にはデフォでは9位型、で、初号で9位請球同値、ないしはま9位スとミラ同値などがいけるという能力になっています。まあただですね、ベースとしてはやっぱり中日版のものの方が、まあ、リアタイにおいての使い勝手はいいのかなっていうところと、まあ、12球団で見た時にはそこまで優先度は高くないのかなというふうには思います。 ますま限界突破の部分は中日版のね。a ランクを持ってたり、とかすればしやすいかなという感じです。まあ、リーグオーダーでね。4300で使いたいとかま、リアタイではもうほとんど使ってないみたいな。そういった理由がない限りはまあわざわざ継承しなくてもいいのかなという気はします。続いてえーホークス松田選手です。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。まあ、ここはですね。オール4の評価という感じになっているんですが、まあ去年までだとね。限界突破の部分多分5になってたと思うんですよ。 ただ今回4にしているのは、まあ、最近始めた方とか、まあ、ここから1からね、始めるってなると、もう巨人版の A ランクが出ない限りはね、まあ、このタイムスリップでしか A ランク集める機会がないとなるので、まあ、過去のね A ランク、S ランク持ってないとちょっと辛いのかなというところにはなっています。で、まあ、講師のバランスがね、この松田選手、守備適性とステータそのバランスがかなりいいので、まあ、サードは特に現状ね、いなければ、まレギュラーになってくるのかなという感じですね。 まあただ個人的にはいつかライドラ版のマッチも欲しいなぁと思ってますね続いて西武栗山さんです最高値評価 B プラスさせてもらいましたまあここはですねデフォルトでミート A そしてセンターの守備も B ということでこちらも攻守のバランスはまずまずいいかなといったところですただですね通常の S ランクの方がですね全同値証拠でいける能力になってるのでまあコンボバランス次第ではそっちの方がいい可能性もあるまあ、ミート A とその同値いけるっていうのをどっち取るかっていうところなんですけどまあ、そこが1個ね TS の方が圧倒的に 使いいい勝手がいいって言えない部分でもあるのかなと思って。 ていま,すでまあ、限界突破の部分は、まあ、今回のね、他の選手に比べれば比較的しやすいかなと思います。続いて、楽天ウィーラー選手です。こちら評価 B プラスさせてもらいました。まあ、こちらもですね、その松田選手とかと同様に、ちょっと最近始めた人にとっては、凸がきついのかなという感じです。まあ、ただ、楽天純正で見た時には、パワー A いける選手、そこまでね、まあ、現役 OB、TS 含めて多いわけではないので、まあ、一個貴重な戦力にはなるかな、取っておきたいところにはなるかなと思います。 まあただサードに置くにはちょっと補給とストローイングの低さが気になっちゃうところはあるっすね続いてロッテ松永選手ですはいこちら評価 A とさせてもらいましたまあここに関してはですね今回のリアタイの部分で見た時にはナンバーワンの目玉と言っていいかなと思いますまあ左でね超大ピンチ20丸持っててこの え吸収ですね、まあ、強めはやっぱり高速スラカット、えー、スラーブにシュートこの横系で揺さぶっていきながらまー、あ、シーフォークもあるという、まあ、スピードでのね、えー、差もつけられるので、まあ、そこが間違いなく魅力ではあると。 まあただね、でも正直、今の環境でめっちゃ無双できるかっていうと、どうなんだろうなと。タイピンに結構依存するのかなというところはありますね。まあでもロッテ純正の方で松永選手過去のバージョン持ってなければ取りたいですし、またリーグの面で見てもですね、能力 A には乗ってないんですけど、まあ9位型というところで、まあコンボ的には一番使いやすいと思いますし、まあロッテのね、4300持ってなければ、間違いなく戦力にはなるかなと思います。まあただ、特 A まで持っていかなかったのは、そのリーグにおいてもね、圧倒 的に使用感がいいいいいととは言い難いっていうところですね続いて日本アーム立山選手で最高ャレンえ評価 B プラスさせてもらいました、まあ、こちらはですね今回タイムスリップ初登場で OB も1回しか出てないということで限界突破が、えー、結構きついかなと思いますでまあ、称号がね決まれば結構使い勝手もねいいかなと9位請求同時いける内いしはまあ請求へいけるっていうところでまあそこがあるんですけどちょっとハードルが高いなというところですねで球種はね高速進化スロー進化の2種進化まあまあ面白いかなと 思いつつも、まあ、ちょっと全体的にそこまでスピードがあるわけではないので、まあ、ちょっときついかなっていう感じかな。 続いてヤクルト福地さんです。最高じゃ評価 B プラスさせてもらいました。まあこちらもですね、ミート走力の能力が非常に高くて A も2つあるということで、まあ結構見栄えはね、えー、いいかなと思いますし、まあ称号でパワー B まで持っていければね、まあかなり見た目良くなるんですが、まあ、ただやっぱり総力型っていうところがネックにね、このゲームだとなっちゃうっていうのと、まああとは限界突破がね、きつい分、その称号の部分もですね、まあさっきの立山選手もそうでしたけど、まあちょっと難易度は上がってしまうよねということで、まあ12球団だとちょっと使いづらいかな、 っていう感じですかね 続いて、えー、ベイスターズ東選手です。こちら、評価 A とさせてもらいました。まあ、今回のね、このタイムスリップ、まあ、一番驚いた選出と言ってもいいかもしれませんが、まあ、ステータスは、えー、結構強い。請求がね、あと1あれば9位請求 AA だったんで、まあ、ちょっとそこだけ惜しいなという感じではありますが、まあ、ただですね、ここに関しては、正直これから、これ以上のノルクで出る可能性もありますし、まあ、ポイント解説の時にも言いましたけど、リアタイ的には去年の私立の方が強い。 と、個人的には思っているので、まあ、無理しなくてもいいのかなっていう感想ではあります。 で同じ九州の時代のものがあるんですけどその時の、まあ、タイピンがあるので、まあ、それを持ってないないしはも4300でどうしてもいち早く取りたいっていう理由がない限りは、まあ、無理していく必要ないかなっていうのが個人的な感想です、まあ、ただ、えー、今後ねそのセレクションとかの候補にも上がってますので、まあ、A ランクを今このタイミングで集めておいたりとかっていう、えー、登場のメリットは非常に大きいかなと思いますね続いて阪神和田さんです最高じゃ評価 B プラスさせてもらいりました、まあ、こちらもですね今回初登場ということなので限界突破が結構きついですよ でまあ、弾道が低弾道ミート A までいけるのはいいんですけど、まあ、弾道がちょっと引っかかってしまうのと、まあ、ショートの守備も C66 で B いけないということで、まあ、これだと、ね、そこまで現役の選手を差し置いて使うほどでもないのかなという感じ、まあ、特にリアタイにおいては、まあ、それこそ中野選手でも十分いいかなという感じ。 まあ、あとは、阪神で言うと、まあ、鳥谷さんをね、ずっとスペ解放してる方とかであれば、まあ、ショートも困らないと思うので、まあ、ちょっと優先度落ちてしまうのかなという感じではありますかね。まあ、でも、ここに関しては、まあ、それ以前にね、初登場で嬉しいという方も多いかもしれないですね。続いて、えー、巨人、蝶野選手です。最高チャー評価 A とさせてもらいました。まあ、今回はね、この蝶野さん、やっぱ1個能力変更をしてるのがね、非常に大きくて、センターの守備 B が可能になりました。これがかなり大きい。まあ、今後ですね、通常の A ランクとかっていうところに関しても、まあ、出る可能性 もね、えー、ありますし、まあ、そうなってきた時には限界突破もしやすいですしね、まあ、そこは大きなメリットかなとは思うんですがまあでもここもね圧倒的にリーグリア隊ともに必須級かっていうとそうでもないっていうね絶妙なラインなんで特、まあ、意ではなく今回は A 評価となっています続いて広島長川さんですこちら評価 A とさせてもらいました、まあ、こちらもですね松永選手と同様にリアイ的には今回当初の目玉になってるかなと思います長、まあ、川さんの強みとしてはやっぱり西ホークですねが、えー、ありまして 個人的にはね、大魔神佐々木さんと、まあ、球種的にはほぼ同じなんですけど、なんかね、長川さんの方が打ちづらいイメージがある。まあ、対戦の回数とかの差もね、もちろんあるとは思うんですけど、まあ、フォームであったりとか、まあ、その辺も含めて長川さんの方が、まあ、逆長川と言われるね、あの通常版だとフォークの回転が逆だったりとかっていうのもあって、まあ、ややこしいみたいなまあも,もちろんあると思うんですけど、まあ、個人的には嫌なピッチャーの一人ですね。で、あとはね、中継ぎ適性が C ある。長3で中継ぎいけるんですけど、これがあるのも地味に大きくて、 抑えにしか置けないピッチャーと両方ねメンバー入りさせられるっていうのも地味に大きい要素の一つになってます。 まあただ、リーグ的にはですね、そこまで優先度が、圧倒的9位型なんで、まあ制がちょっと低いっていう意味では、ちょっと入れづらいかなとっていうところありますけど、まあリアイ的には強いということで、今回は A 評価になっています。で、ラストが中日福田選手で最後じゃ評価 B プラスさせてもらいました。まあここは正直悩みました。まあ A でもいいぐらいかなとは思ったんですけど、まあ一個ネックポイントとしては、称号での A が届かないっていうところと、まあとは、能力ね、特殊能力かなりいいんですけど、ちょっと守備がね、ネックかなと思ってて、まあ特 でね、サード C はいけるんですけど、まあ、それって極み前提なのとまた補給スローイングがサードに置くにはちょっとなっていうのもあるので、まあ、起用法がどうしてもね限られてしまう純正だとしてもちょっと使いどころが代打ぐらいになっちゃうのかなというような気がするので、まあ、今回はこういった評価になってます、まあ、ただ過去バージョンの福田選手持ってないとか、まあ、どうしても欲しいっていう方であれば、まあ、優先度はねもちろん上がっていいかなと思います はいといととうことで以上、ですね今回の12選手それぞれの評価という感じだったんですけど、えー、総括をするとですねタイムスイープ第2弾に関しては特例評価が0人になりました、まあ、途中でもね言ってると思うんですがやっぱりリーグ、リアタイ両面での目玉と言える選手が、まあ、今回ちょっといなかったかなというところですねで、まあ、リアタイ特化であれば松永選手、長川選手この2選手がですねやっぱり狙いどころにはなってくるかなと思うんですけれども、まあ、野手に関してはちょっと強化しづらいかな他の段に比べるとちょっと、まあ、アーチストもいないですし まあ強化しづらいいかなという感じですでまあ、今回ですね実は A と B プラスの2つしかね評価で使ってないんですけど、まあ、そうなったのもうやっぱり全体的にね能力のバランス自体は非常に良くて。 特殊圧倒的みたいな枠はないものの、まあ、明らかに使いづらすぎるとかっていった選手とかもねいないので、まあ、そういう意味ではねバランスも取れているのかなといったところにはなっていますでまあ限界突破コーチっていうところで言っても、まあ、圧倒的なね選手っていうのは正直いないので、まあ、どうしてもこの選手を使いたいとかここでこういう目的で使いたいみたいなのが明確であれば、まあ、どの選手にもね使う価値はあるかなというようなバランス感かなと思います とということで、まあ、ちょっとねいつもと違ってこうはっきりした評価に、ねえー、なってないかなというところでもあるんですけど、まあ、それぐらい、まあ、バランスが絶妙なね段、えー、と言えるかなと思うので、まあ、ちょっと分かりづらい部分も、ねえー、あったら恐縮なんですけど、まあ、参考にしていただければと思います。はいということで以上今回はタイムスープ何段全盛に評価やっていったんですけどいかがだったでしょうか まあ累計がね今回33%なんでまあこの選手たち全くねえ縁がないという方ももしかしたら出てくるかもしれませんがまあ少しでもねえガチャ迷ってる方とかまあ累計もう終わってえ育成するかどうか迷ってる方の参考になってれば幸いですぜひこの動画少しでも参考になったタイムステップ何々を繰り返できたという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました